こんにちは。こんにちは。ロボットのぞみと湯浅瑞希です。はい。今回ですね、僕の単独ライブがここいわきで開催されることが決定しました。おめでとう。ありがとうございます。そしてですね、そのスペシャルゲストということで、ライブペインティング湯浅瑞希さんが、はい、お邪魔させてもらいます。そう、今回はですね、先日富岡町に行ってきて、で富岡町のことをいろいろ調べてみたら、夜の森っていうなんかあるって聞いたんですけど、夜の森っていうのはどういうことかちょっと知らない方もいらっしゃると思うんですね。夜の森っていう町があるんですけど、国道から駅に続く通りがですね、桜のトンネルに囲まれた素敵な場所。そうです、なんか放射能で入れないっていうふうに言われて、入れること入れるんだけれども防護服を着ないといけないだとか、実際にも外に出てお花見ができるような状態でもないっていうのを聞いたので、今回その単独ライブでその富岡町の夜の森を再現をしてみようということで、なんとということはペイントは桜ですね、はい、そうですね、ライブペインティングとパフォーマンスのコラボをして、その富岡町の夜の森を実際に再現してみようかなと思ったその今回の企画ですね、でそれでそこで桜の花びらを映像で流して、見てるお客さんと一緒にライブをも見ながらもそのお花見もできるみたいな形のイベントみたいにしたくて、でそれで、やろう、やっちゃいましょう。でなんかそのジュースとかもその当日は、桜ジュースみたいな形のちょっと特別な感じで、お花見用のライブ用のお酒とジュース、ソフトドリンク、春っぽいものをちょっとロボットのぞみオリジナルかけるバローズコラボの楽しみですね、楽しみ、それで乾杯しましょう。乾杯しましょう。それを飲み飲みときます。じゃあ、ぜひ、4月25日、単独ライブなんですけれども、25日、場所はバローズ。場所はまたこちらに載せますので、会場が6時半会場で、6時半会場で、でも会場しているながそこからもう桜の木をペイントはスタートしてます、ペイントはスタートしてますので6時半からですね、もうそうですね、6時半からだいたい8時ぐらいまで、お待ちしています、お待ちしています。じゃあそれでは皆さん、あ、どうぞどうぞ、バイバイ、一緒にバイバイしてください一緒にバイバイしてください